働き方が変わった。自宅で過ごす時間も。あ、できたかな。皆さんこんばんは。こんばんは。チリストの新倉ひとみです。3月13日土曜日。この時間は私、新倉ひとみがお届けしてまいります。つむ先生もいらっしゃいます。はい、初めてこれ、ズームで、配信をしているんですけれども、聞こえてます？あ、YouTube に伝わってるまでにだいぶ時差があるかもしれないけど、これは無事に始められていますね。こんばんは。あ、こんばんは、こんばんは、にゃにゃー、わー。あ、よかった。よかった。いや、もうこれ、ドキドキでできてるかなーって、すごい緊張をしているんですが、ちょっともう一個試したいことがあるんですね。ちょっとオープニングいきなり行こうと思います。あ、焦らないで行こう。まあ、本日ですね、上田はサントミューゼさんにて、私と、ピアニストの佐藤隆さんとのデュオリサイタルを弾いてまいりました。はい。で、ね、サイン会もないし、これはオールニャイトにぜひゲストで出演いただいて、ちょっとアフタートーク的な感じができたら良いのではないかと思い立ったはいいものの、さあどうする、さあどうするっていうことで、ズームに2000円、月間2000円のお支払いを完了いたしまして、配信ができるようになって次第でございます。はい、ではオープニングコールをいってみたいと思います。音大きかったら教えてください。それでは始めていきましょう。新倉ひとみのオールニャイト日本。どうだろう、バランスどうかしら、どう、これうるさくないですか。よし、それではですね、早速ゲストの佐藤隆さんを召喚させていただきたいと思います。高橋さん、ご準備はよろしいでしょうか。もしよろしければ入ってきてください。あ、音量バランス OK、 ありがとうございます。さあどうだろう、高橋先生はご入場いただけてるでしょうか。お、やったー、見えてます、見えてます。おー、これどのくらい時差なんだろう。ん、何ですって。結構時差ありますね。ここで我々が話しているのと、うん、皆さんのコメントがだいぶ時差がある感じはちょっとありますね。そうね、なんか多分ね、20秒ぐらい時差ありますね。あ、20秒。あ、だって今登場したもんね。そうね。画面では。はい。あ、すごい、たかしコールが。お、たかしコール。どうも。すごいすごい。皆様こんばんは。皆様こんばんは。ピアニストの佐藤隆さんです。よろしくお願いします。いや、ちょっとこの遠隔ゲスト初出演ですよ。ありがとうございます。今日はお疲れのところ。いえいえ、お疲れ様でした、本当。お疲れ様でした。いや、嬉しい。成功した。いや、なんかね、難しそうだから、知り合いに電話して聞こうかなとか、いろいろ悩んだんですけど、うんうん、
一人でできるもんと思って頑張ってみた甲斐がありました。素晴らしい。イエイ。あ、2画面しっかり見えてますって。はい。よかった。よかった。これあれですね。あの我々はリサイタルを終えてからすぐに東京に戻りまして、高橋さんはご自宅の、はい、レッスン室、もう素晴らしいレッスン室がご自宅にご新居で。あるんですけど、そこで私もよくリハーサルさせていただいて、はい、何回も来ていただいてありがとうございます。ピアノが横にあるってことは何弾けちゃう感じですかね。まあ、弾けるっちゃ弾けますか。すごいすごいすごい。あ、2人の会話ちゃんと聞こえてるっぽいですね、うんうん、あ、よかったよかった。東京とブラジルくらいの遅れ具合とおっしゃってた。そうなんですかね。ちょっと地球の裏側ぐらい遅れてる感じが。上田寒かったですかって。ああ、でもこっちよりちょっと寒いかな、やっぱり。そう、夜はちょっと冷えましたね。うんうんうん、うん、でも思ったよりその日が暮れるのが遅くなった。まあ我々1月にね1回行ってたので。そうなんですよ。その時に比べたら随分ね、いや随分と日が長くなったなという。はい、いやでも嬉しいな、このゲスト出演パターン。いつも一人喋りしてるので、で生配信だと皆さんに突っ込んでいただいて、自分で編集していると自分でテロップで突っ込んでるんです。あ、そうなんだ。これだったらリアルタイムで、すごい。はい。いや、コロナ禍の文明ですね、これ。そうですね。ね、随分ズームは疲れるようになったんじゃないかな。いやでも今後ちょっとね、たかしさんと私のデュオリサイタルは。まだ発表されてないものしか次入ってないですね。そうなんですね。今度しばらくちょっとご無沙汰になっちゃう感じ。そうですね。まあ、また元気に、まあ、新しいレパートリーなんかもちょっと開拓しつつ。そうですね。いやでも今日私ベートーベン全部すごく楽しくて、それこそね、書いていただいた野草も本当に素晴らしい曲。いやいや、改めてなんかサントミュージの、ね、響きで弾けてやったと思ったんですけど、うん、本当ですね。ね、いや楽しかったです、本当に。今日弾きやすかったですよね。うん、そうそう、とってもね、なんかお互い結構音がよく聞こえたんじゃないかな。そうですね、うん、いらしてくださってた方ね、もしよかったらお便りもいただいてるのでご紹介したいと思うんですけど、なんかこうチャットもなんか今日はやっぱり高橋さんがいらしてくださるということで、ものすごい湧いてる。あ、しかも演奏が聞きたいですって。これどうなんでしょうね。ズームで拾えるぐらいのマイクなのかちょっと分かんないんですけど。いやでもこれいけるんだったら、このあれですよ、この BGM パッと切って弾いていただけちゃうって。いやいやいや、それもまさか。でもちょっとね、アポなしでいろいろと無茶ぶりが過ぎるかもしれないです。いやいやいや。ええ声っておっしゃってる方もいらっしゃいますよ。恐れ入ります。ええ声って。ピアノ見たいっておっしゃってる方が。ピアノね、ピアノこんな感じです。あ、あっちにももう一台あります。イエーイ。パンダは？パンダ今日どこ行ったんだろうね。パンダ、私が大好きなちょっと遠くに、遠くに行ってます。じゃあいらしてくださっているさなかに読むのもなんなんですけど、実はね、先週たくさんメッセージがものすごくいただいていて、うん、大渋滞してたんですけど、今週なんかまだあんまりメッセージがなくて、ついさっき、うん、コンサートを聞きにいらしてくださったからの、メッセージが入りましたので、はい、ご紹介させていただきたいと思います。はい、はい、ラジオネームはさくらさん、ひとみ様、つむ様、そしてたかし様、こんばんにゃいと。こんばんにゃいと。待ちに待った本日の上田でのリサイタル、しかと拝聴させていただきました。素晴らしい演奏に胸が熱くなり、すっかり幸せな気持ちになりました。本当にありがとうございました。私もアンコールのタンティアニプリまでは目から汗が。お、拾ってくださってる。しかもツイッターのやつもね。サイン会がなくて残念に思っていたので、
かっこ、あ、ひとみさんの CD はちゃんとポチりましたよ。笑い。にゃんということでしょう。オールニャイトにたかしさんご出演、嬉しすぎます。昨夜はたかしさんご出演のラララクラシック、今夜はオールニャイト。なんて贅沢なのでしょう。楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。もしよかったらなのですが、リサイタルのトークでも上田を大変気に入っていただけたご様子で嬉しい限りなのですが、ひとみさん、たかしさんの上田グルメナンバーワンを教えてください。いや、ありがたいですね。そうですね。昨夜は、なんとラララクラシックご出演で。はい。ね、本当に今日のトークもやっぱキレキレでしたね。いえいえいえ。さすがです。もうラララクラシックはね、あれは収録したのは実はもう去年なんですよ。12月の終わりぐらいに撮ったんで。そっか。だから3ヶ月弱ぐらいかな。あとだったので、もうなんか半分ぐらい何を喋ったのか忘れてましたけど。いやいや、でもね、その伝えたいシューベルトのなんか魅力の部分がいい感じに編集されている。そうそうそう。すごいいいですよね。いい番組にしてくださって、本当ありがたかったです。いや、素晴らしい。ということで、上田のナンバーワングルメ、いかがですか？うん、そうね。ナンバーワン難しいですね。どこもなんか、こう続けがたいという感じでしたけど。1月も含めてどういうところに行ったんでしたっけね、我々。まあ、それこそ、あんまりその、なんていうか、外出、うん、なんだ、控えましょうという時期でしたから、それこそね、主催の皆様と一緒に会食とかそういうことができなかったので、我々が2人で、はい、まあ、コンビニで調達するのかみたいな感じで、ね、自主的にね、自主的な感じにして、まあ、対策を取っていたんですけれども、それでも結構空いているお店にうまくポッと入れたりしましたよね。うん、そうそうそう。でやっぱりあれでしょ、肉うどんと山賊焼きと、うん、はい、あととんかつ、うん、とおそば、おそば。おそばは多かったですね。刀、あれなんだっけ、刀。刀屋さんね。うん、刀屋さんね、うんうん、最後行きましたよね。はい。これも美味しかったし。で、今回は、のんのさんっていうイタリアンに、チーズリゾット。がおすすめだと言って、うん、教えていただいて行ってきましたね。あれはすごかったね。いや、すごかったし、それこそ高橋さんと私の前にこの透明なあれが仕切りアクリル板のね、はい、そう、すごい、だから安心して食べられましたね。そうでしたね。ねえ、いや、でもナンバーワン高橋さんはね、去年の11月にもいらしてるから、うんうん、私より多分ご存知だと思うんですけど、私はね、うん、ナンバーワンはね、とんかつ。ああ、それはじゃあ一緒かもしれない。本当ですか？はい。いや、それこそ、たかしさんが前回11月にバイオリニストの南紫音さんとのコンサートで、上田にいらしてて、それで、美味しかったって言って、私も連れてっていただいたんですけど。はい。力亭っていうお店なんですけどね、力の、亭主の亭とか言って。そう、力亭というお店で、どうやらね、上野の大変有名なとんかつ屋さんの、なんつったっけな、そこの、なんか、こう、のれん分けじゃないけど、そこののれんをね、掲げてらっしゃるんですよ。あ、そっか、そっか、だから、うん、でも東京からも上田に、そう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 、いらっしゃる方がたくさんって。でね、実はその上野っていうのは、ちょっととんかつの一つの発祥の地らしくて、上野から、御徒町の方に降りていった、いわゆるアメ横とかあっちの方に行ったところから始まって、うん、その御徒町方面に老舗のとんかつ屋がたくさんあるんですよね。で、僕はその大学が上野だったもんだから、その頃よくとんかつの食べ歩きをしてましてね。さすがです。だからなんか懐かしいっていうか、ああ、なんか古き良きとんかつ屋さんって感じ。いや、ちょっと今とんかつの解説も曲目解説みたいになんか滑らかですね。そっちもやりましょうかね。デジャブさんだと。いや、さすがですよ、本当に。じゃあ一緒ですか、やっぱりとんかつが。うん、あそこはそれこそ11月もね、そこに行ったんですけど、うん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 、その時もやっぱすごいなと思ったし、もう一回ね、一緒に行った時もやっぱり良かったですよね。あ、そう、お、一緒。ご出演。はい、いらっしゃいませ。師匠です。こんばんは。あれですね、うちピアノ
のあれがまだちょっとちゃんとしてない時が多かったので、うちでリハーサルの時に紬さんにはまだ会ってないですよね。あったあった、一回お会いしましたよ。あ、一回、うんうん、何、今日高橋先生とコンサートでした。はいはい、かわいいそうなんですよ。あ、ちょっと紬先生ここ来ちゃったから紹介しにくいんですけどね、我々こんなものを頂戴しております。だらら、お、あのね、ちょっとあれですよ、高橋さんがあの読まれる時間がなく、うんうん、あの私たち帰ってきてしまったので私がいただいてきちゃいました、うんうん、はい、あの上品小学校の皆さんからメッセージをたくさんいただいておりまして、うん、1月にね、アウトリーチで伺ったところですよね。あ、そうなんです。ちょっとじゃあ先生そのご説明をぜひ。はいはい、ですね、1月の、終わりの方ですけれども、私たちこの今回の3月のねリサイタルに先駆けて一旦上田に5日間ぐらい行きまして、今日演奏したサントミューゼで、アナリーゼワークショップというね、あの今日のプログラムの解説みたいな会がありまして、その後はですね、各地の小学校とそれから公民館でもコンサートがあったんですけれども、小学校でアウトリーチといってね、その、小学生の皆さんにまあちょっと音楽を聴いていただいて、であのお話もするって、普段はそのアウトリーチってすごく小さいところで、例えば音楽室とかでね、あのやり取りしながらやったりするんですけど、今回やっぱりこのコロナの問題があったので、体育館でやったところが3校もっとあったのかな、5校ぐらいあったのかななんかそんな感じでしたよね。はい、うん、いやいや、そうなんです。それでも1校だけ教室で、まあ、相当ディスタンス撮ってましたけど、うんうんうん、我々もマスクしてましたけど、あの教室でもやったし、やっぱり広さ、あの体育館でするアウトリーチはどっちかというとコンサートっぽくなりましたね。そうですね、うん、ね、で教室の方が、まあ、授業チックというか、うん、なんですけど、あのすごくお行儀のいいみんな、あの生徒さんたちで、その体育館だって寒く聞いてる、ね、皆さん寒かっただろうし、ね、なかなかその音楽に触れるっていうことが日常ではないでしょう。だから特別な、うんうん、あのイベントっていうことで呼んでいただいたので、ね、そういう意味では皆さん本当によく、ね、聞いてくださいましたよね。そうでした ね、 ね、あ、行きます、行きますか、行きますか、よいしょ、行かないらしい、はい、でその中の上品小学校っていうね、はい、あの神様の神にね、あの理科の科という字を書く、ちょっとすごい神々しい名前のね、小学校の5年生の皆さんがアウトリーチで私たちが演奏した感想をくださったと。そう、こんなに可愛い、あのしかも分厚い冊子ですよ、うん、作ってくださって、あのね、1組から4組全員分、全学年からメッセージをいただいちゃって、ありがたい感じ。あのコメントでは、あの高橋先生の声の評判が素晴らしい。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。あと野草も素敵でしたってコメントいただいて、あ、本当にありがとうございます。いや、本当ね、あの曲を書いていただけて幸福の極みでございます。それではちょっと何個かご紹介させていただきたいと思います、はい、いや本当これ全部本当は読みたいし、あのいずれ高橋さんにも お送りしますね、これまた読ませてください、素敵なメッセージで。はい、じゃあお名前は、あのご紹介はなしということなんですが、あのメッセージはぜひ紹介してくださって結構ですって言っていただいているので紹介させていただきます。はい、あのね、すごくご立派なメッセージくださってるんですけど、今回のコンサートで私がすごいと思ったことは大きく分けて2つあります。1つ目は楽器の音色です。鮮やかでゆっくりした音色から元気で陽気な音色もその風景が浮かぶようでした。2つ目は楽器の合わさりです。1つの楽器でも素敵なのですが、2つの楽器でその場所が連想されるようでした。今後も頑張ってくださいすごいコメントですね、それもうこう、しかもしかもこう、なんていうの、あの書く用紙がこれくらいあるとしたら、うん、たまにほら2行くらいの子とかもいるじゃない、はいはい、とかすっごい大きい字書いて一生懸命埋めましたみたいなことがいるんです。この子に完璧な全部が埋まってる感じで、うん、計算し尽くされた感じでした。はい、
あとどれか面白かったかな。いや結構ねチェロを初めて聞いたって方が多くて、うん、そうであとね白鳥がとっても大人気だったんですよね。やっぱ名曲ですからね。はい、そうあとそうだ、あはい、じゃあこれいってみましょうか。チェロは伸びるような音で、ピアノは軽やかな音で素敵でした、うん、全部聞いたことはない曲でしたが、まるで何回も聞いたことがあるように思いました。私は最後の曲が好きです。夢中になって最後のジャンってところがかっこよかったです。お体に気をつけてこれからも頑張ってください。嬉しい、ありがとうございます。これ何でしょうね、最後最後って何弾いたんだろうね。リベルタンゴまたはファジルサイかな。ファジルサイかな、ファジルサイかな、うん、かな。いや嬉しいな。あ、これも嬉しかった。そう、別世界に行ってるような感じがしましたとかね。そう、あとやっぱりクイズが嬉しかったですっていう声も多かったですね。うん、そう、まあ、今日ホールでクイズしたのは果たして良かったのだろうかと思ったんですけど。あのね、客席がね、暗かったんですよね、昨日ね。そう、あの暗かったっていうのは、あの、皆さんがどんよりとかじゃなくて、うん、そうそうそう、あの照明がね、そうそうそう、あのセクシーな、セクシー照明ですね。セクシー照明だったので、だいぶ客電をね、絞ってくださってたのでね、あんまりよく見えなかったという問題が。あのね、4列目くらいまではお顔がかなりはっきり見えたんですけど、うん、結構後ろの方はね、果てしない感じに。そうでしたね。見えなかったですね。でもね、あ、そう、ちょっと今読んでる途中ですけど、あの、今日私、個人的にちょっと衝撃的だったのが、うん、あの、ね、あの、高橋さんと一緒何回もこう弾いていただいていて、それこそお互いの音色とかいろいろ分かってきてると思うんですけど、今日がなんかホールの効果なのか、二人の弾き方なのか、なんか自分のチェロから聞いたことない音が出てたんですよ。うん。で、思いました？ああ、どうなのかな。確かっていうかね、ものすごく今日はあのチェロの音がよく聞こえたんです、僕の方には。まあ、あのもうあの昨日のね、実は昨日から行ってリハーサルしてたんですけど、昨日もね、あの最初に弾いたポジションの時はそんなにもなかったんだけど、ちょっと移動したじゃないですか、その、はいはいはい、そしたらなんかすごくよく聞こえるようになって、あのドビュッシーのチェロソナタとかなんかすごくあのこちらからはねチェロが聞き取りづらいところがたくさんあるんですけど、はいはいはい、あの今日はねあのすごくよく聞こえたので何をやってるか分かりました。そうなんだ、うんうん、あ、そうだからそういう意味ではそうかな、なんか私もだから小さい音での表現が今日しやすかったんですよ、うんうんうん、なんかすごくそのもしかしたらそのホールのあのなんていうかスイートスポットっていうかさ、ここで弾くと一番良くなるみたいなところを探し当てたのかもしれないですね、うん、大事ですね。いや本当ホールも楽器ですよね。うん、もちろんそうです。いやいや、でもそれもなんかあの会館の方があの皆さん一緒にねサウンドチェックしてくださって、うんうん、弾いてくださったのが本当嬉しかったね。よし、じゃあちょっともうちょっと、いやでもね、あっという間に2人で喋ってるとよあっという間なんですよ。まあ、だからあ、一番後ろでもよく聞こえましたよって、すみさんありがとうございます。わあ嬉しいな。聞いたことない音、そんなことあるんですね、うん、日々発見の連続でございます。ごめんつの。やっぱりチェロはね、自分の楽器をあのね、あのいつもほら毎日同じ楽器で弾いてるわけだから、違う場所に行くと違う音になるだろうし、うん、そういう変化ってあると思いますよね。あの僕らは毎日違う楽器で弾いてるので、いやそうですよね、そうそう、そういうあれはあんまりないんですけど、うん、いやでもそうですね、いやどっちもいいとこありますよね、うん、その都度新しい楽器弾く楽しさと常に同じ楽器で変化を楽しむっていうとね、うんうん、はい、じゃあもう何通か読ませていただきましょう。素敵な演奏ありがとうございました。今は新型コロナウイルスの影響でコンサートが中止になったかもしれませんが、この演奏を聴くことで勇気をもらえた人がいると思うので、演奏に自信を持ってほしいです。
ありがとうございました。そうします。なんかね、すごいいいんですよね、やっぱ子供、あの子供っていうかその小学生の皆さんの感想っていうのが、うん、あの特に長野県ってすごくその教育のね熱心な県として知られているので、そういうなんかね、あの感想の文章とか書くのっていうのも多分結構慣れてるっていうか普段からやってるんじゃないかなって思いますね。そうかもしれないですね。だって本当なんかあの グッドなポイントをこうちゃんと書いてくださってるんですよね、うん、あでもね一個ちょっと面白かったのがね、はい、あのこれ結構先生が上にチェロとピアノコンサートに行くひとみさん佐藤隆さんありがとうございましたってこう全部書いてくださってて、その下に書くようになってるんですね、うんうん、でそしたらちょっと面白かったのがあのチェロとピアノコンサートって書いてあるんですけど、どうしてもその子にとってはピアノがバイオリンだったらしくて、チェロとバイオリンの音が最高でした。あのいただいてるね感想はね、あったらどこだったかな、いやすごい面白くて、あのいいことすごい言ってくださってるんですよ、うん、なんだけど全部ピアノの部分がバイオリンって書いてあって、この楽器はバイオリンという楽器になったっけね。そう4回くらい書いてあったちょっとこれはねあのお見せしたいですね。そうあとなんかね、うる覚えのチェロですって言って絵描いてくださった子がいるんですけど、うんうんうん、それはあのエンドピンついてるチェロちゃんとすごいいい感じに描いてくれてるんですけど、弓がバロック棒みたいだったのとかね。いや最高ですね。いやいやあとこれなんかすごいすごい、あのこれ読みますね、はい、今日はチェロとピアノの演奏を聞いて思ったのが、チェロとピアノの組み合わせは良い、チェロは無限の音と感じました。まず最初の曲は爽やかな風景を感じ、2番目の曲は白鳥と言われるとなるほどと思いなんだ、思い、普通は白鳥は冬ですが春という表現もいいと思います。あこれね、子どもたちが暖かいイメージで春ってタイトルだと思ったんですよね、白鳥のことをね、うん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 、それも嬉しかったですよね。そう、あと酒を飲んで喧嘩した話もとてもよく分かりました、ファジルサイの四楽章ですね、うんうんうん、いやすごい可愛いな。いやまだまだちょっとあるんですけど、果てしなくなってしまうなと思うので、はい、またでも来てくださいっていうコメントたくさんいただいております。本当ね、うん、あのオールネットにいただくコメントとは比較にならないこの大量にコメントいただいて、毎回のオールネットでこれ言いたいなくらいの勢いでそうオールニートの、ね、コメントもね、なんかすごく結構ムラがあって、すごいいただく回と、うん、あれ今回放送できるかなっていう感じの回があったので、うん、いやでもありがたいな。さあコメントも、高橋さんチャット欄見えてます？見えてますよ。お温度とか、湿度か、湿度とかも関係ありますかって。関係あるんじゃないですかね。あ、まあ、それは特に弦楽器はね、うん、でも今日なんか雨だったんですけど逆に良かったのかな。あ、どうなんでしょう。でもなんか湿度が上がってる感じはあんまりしなかったんじゃないかな。うん、なんかただただ弾きやすかったですよね、うんうんうん、あ滑り込みいらしてくださってありがとうございますあ、子供は鋭いねって。本当ですね。ひとみさんと佐藤さん演奏もトークも息ぴったりですねって、うん、ありがとうございます。いやありがとうございます。いやでもね、私このゲストを迎えてっていうのが一番初めにゲストを迎えたのがあのレナチョさんっていう、あの今ドレスのプロジェクトをしてるんですけれども、はいはいはい、そこ の, あのディレクターのもう素敵女子がいらっしゃるんですが、うん、彼女と大阪でイベントした時にホテルからあのそれこそ生配信をしたんです、うんうん、なんですけどその時も彼女がまるであのホストで私がゲストみたいなだからとにかく私にひたすら喋らせてくださるみたいな感じで、私ねパーソナリティがあんまり向いてないかも。だってさっきだって結局全部高橋さんが説明してくださるいや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 本当ね声も良くていらっしゃるし、でもこれって
あれですか？本当にピアノのおねだりとかしちゃってもいいんですか？いいですけど、聞こえるかな？大丈夫かな？そう、もう一回説明させていただくと、たかしさんの、ご自宅にあるリハーサル室、防音設備完璧なんですね。そうです。夜中でも弾けます。ということで、先ほどのチャット欄で、ピアノを弾いてほしいななんていうのを言っていただいてるんですけど。はい。じゃあちょっと弾いてみましょうかね。あー、やった！ちょっと待って、じゃあこの BGM を消しますよ。はいはい、ちょっと僕も準備します。はーい。弾けるかな？わ、嬉しいな。贅沢じゃん。では、切りますので。はい。いいかな。それでは、はい、どんな曲を弾いてください。じゃあシューベルトの楽曲の時を弾いてみたいと思います。ありがとうございます。ちょっと皆さんコメントがすごい、贅沢ですなぁと。ありがたいです、本当に。失礼しました。いや、本当贅沢。いや、なんか本当ね、たかしさん、前に上田に滞在した時の、時も、ちょっと弾いてもらっていいですかとか言ってね、差し込みに。CDN やったんですよね。それこそクイズを再現するみたいな感じで、はい、ね、お邪魔させていただいて、隣のリハーサル室にね、ありがとうございます。本当、いろいろと、快く言っていただいて。いえいえ。そう、しかもね、高橋さん、すごいアイデアマンだから、私が今年15周年なんですけど、それで、まあ、コロナだし、そのツアーができないとかいう話をしていた時にも、こういうことやってみたらなんて結構ね、いろいろ教えてくださったり、本当ね、本当ね、アイディア会議がありましたね。甘えております。あ、皆さんからパチパチブラゴー。これチャットの茂木大輔って茂木先生ですか？え？覚えの。あ、本当だ、茂木先生。聞いてくださってる。はい、ご無沙汰しております。じゃあちょっといつかゲストで出てください、森先生。ね、そうですよね。いや、嬉しいなあ。あ、本当だ、吉明さん、別の佐藤先生が聞いてくださってます。すごいすごい贅沢な。あ、 NHK ラジオの音楽の泉が始まったのかと思った。そうそう、そのテーマ曲なんですよね。あ、そうなんだ、うん、今もそうなのかな、あれ誰の演奏なんだろう。この演奏が始まって、音楽の泉って始まるね。音楽の泉、はい、有名な番組です。いや、でもちょっとこれ、今後それこそコンサート終わってアフタートークのこういう配信いいですよね。うん、そうですね。ね、しかもたかしさんのように防音設備バッチリだったらオールニャイト何時でも大丈夫な感じですね。キラン、うん、全然 OK ですよ。寝てなければ。いや、でも実はこの Zoom のこれもそもそもなんで、じゃあ
今回やってみようかなと思った時に、実はその高橋さんが福間幸太郎さんでしたっけ、うんうん、ピアニストの。そう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 の方がそのピアニスト、福間幸太郎さんでまた素晴らしいピアニストの方がいらっしゃるんですが、その方がもう毎回こうピアノのゲストを迎えて Zoom で、まあ、こういうラジオっぽいことをされているっていうので、ひとみさんもチェロの人たちだけを呼ぶやつをやったらどうっていうのを言っていただいたんですよね。福間さんのはね、本編っていうか、それは配信のコンサートが一応ちゃんとあって、でそれ の, まあ、そこで演奏されるゲストの方とプレトークをね、こうやって YouTube ライブでやっていて、まあ、それが そういうなんかこう対談みたいな感じなんです。あ、ということは15周年コンサートが11月8日に予定されてるので、うん、それにご出演いただく方のプレトークをやっていけばいい。あ、それ全然いけるんじゃないですか。もうそれいけますね、うん、あ、それいけますね。いや、ちなみにここだけの話で言っちゃうと、高橋先生もご快諾いただきました。はい、ありがとうございます。ご一緒する予定です。またありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、本当またのご出演をお願いしますと。はい、皆さんぜひぜひね、小笠原さんのコメントがいいよ。月額2000円払ってるんだったら、しばらくゲストを呼んで生配信したらどうですか。ですよね。そうだね。せっかくなので使えるうちにこれ。いいかもしれない。そうか、じゃあこれ使えるうちにやっちゃおう。うん、そう。いや、月額、そう、ね、悩んだの。年間で入るとちょっと節約ですよって。じゃあそっちの方が良かったんじゃないの。思ったんですけど、でもいつまでやるかちょっと、まあ、だってできるか分かんなかったしね。そうなの。だから、ね、ケチな私は。いやいや。とりあえず月額で2万円出すより2000円を出そうと思っちゃったっていうね、庶民な感じでした。いやいや、あ、酒井さんが、いや、そう、いつか CD にしてくださいって。うん、ぜひしましょうとか、よろしくお願いします。いや、もうぜひですよ。でも、それこそ高橋さん作曲の曲がたくさんね、今までもあるでしょうから。うん、まあ、たくさんでもないけどね、でも、そろそろちゃんとそうやってね、録音とかしていかないといけないかなと思ってるところです。いや、でも本当、今回、この野草は、私の、なんていうか、うっかり、ちゃっかりで生まれたというか、いやいや、その本当に話、ね、させていただいて、それこそね、4年前くらいの、うん、それこそデュオリサイタルの打ち上げとかなんかで、なんかの時でしたね、うん、なんかの時で、でそれでお願いしたいなってなってたのが、北九州に一緒に伺った時に、なんとなくその下書きというか、そう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 、そういうのを弾かせていただいて、で、あ、面白い、そこ面白がってくださってるんだなっていうのを思ってたんですけど、そこから、まあ、めくるめく時は過ぎて、うん、あ、ちょっと待って、 BGM 復活させる。ああ、そうですね。はい、そうなので、ちょっとまたその流れでね、書いていただいて、本当ラッキーな人間だったんですけども、いえいえ、こちらこそ。ぜひまた、正式に、90度こう。90度。お願いします。いや、でも本当に今90度で、あれです、お辞儀で、本当ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。ありがとうございます。はい、ごめんなさいね、30分だけと言いながら、引かせるは伸びるわで、いえいえ、もうすぐ11時40分になろうとしております。はい。ので、まあ、ちょっと今日はこのあたりで。そうだ、じゃあ、高橋先生の今後の何か宣伝など、ぜひしてってください。ああ、ありがとうございます。そうだな。まず、4月の10日に東京春音楽祭の中でリサイタルみたいなのをさせていただくことになっていて、でピアノのお稽古っていうタイトルのねコンサートなんですけど、子どもの頃にね、勉強するソナチネとかブルクミラーとかそういった曲を僕 CD に結構入れたりしてるので、それを多分ね、事務局の方が見てくださって、そういう曲を弾いてくださいというようなことで、まあ、子どもの頃ピアノを始めたら必ずこう通るような曲を集めたプログラムというのが4月10日にあります。で、あとはね、
ずっとやっている佐藤隆シューベルトツィクルスっていうシューベルトのピアノ曲を全曲演奏するという、途方もない企画をねずっとやってるんですけど、それが、6月3日が次の回第14回の公演が東京文化会館の小ホールでありまして、幻想ソナタっていうね、すごくもう大きな傑作のソナタがありますけど、それを中心として未完のソナタの私が保湿したバージョンとかそんなものもその時演奏します。6月3日よろしくお願いします。目白押しですね。いえいえありがとうございますちょっとつむぎ師匠が恍惚の表情に今なり、うん、本当だあ、なんか2019年の絆に来てくださった方が柴にゃこさん、ありがとうございます。 あれですよね、秋田県でされてるやつって、うん、ではないです、これは。あのね、ごめんなさい。絆っていうのは僕の、高校時代、東京芸大附属高校行ってたんですけど、その時のピアノ科の同級生の男、僕含めて5人いて、その5人で卒業してから毎年やってるコンサートなんです。で、去年がだからね、それがコロナでできなくて、今年もまだちょっと目処が立ってないんですけど、それまでは毎年やってたんですよね。うん、そういう男ばっかりが。あの最初の頃はね、なんか可愛い男の子が5人、学生が出ていたのがどんどんおじさんになっていくというだんだんなんかね売りがよくわからないコンサートになってきてますけれどいやいや、あのおじさん、池おじ5人も最高だと思いますよ。はい、あの早くそういう域に達したいなと思っておりますいやいや、もう、いや本当ね、いや私はこうやってなんか縁いただいてご一緒させていただいてますけど、いや本当スターの佐藤隆さんにとんでもないです。あのちゃっかりオールニャイトにまで出ていただく。いえいえ、楽しかったです。つむぎ先生どうしたの今日すごいんだけど、はい、いやでもちょっと終わりたくないんですけど、あ、痛い痛い、終わらないとあれなんでそろそろかまってっつってるよそうだね、かまってちゃんだな。はい、いや本当今日一日というか、あの昨日からね、あんたありがとうございました。こちらこそお疲れ様でした。はい、はい、あ、じゃあ、はい、それでは本当にありがとうございました。あの、はい、これで一回高井先生が退場でとかいうやり方がちょっとまたよくわからないので、このまま今日はおしまいにしたいと思います。はい、はい、本当に今日はありがとうございました。ピアニストの佐藤隆さんでした。ありがとうございました。ではオルネットまた来週お会いしましょう。どなたかゲストを迎えるかどうかまだ未定ですけれども、ぜひまた見てください。それでは瞳をつむっておやすみなさい。ありがとうございました。